どうも、かげやんです。今日は2021年3月29日月曜日ということで、まず、空からこう映してます。昨日は雨やったんですけども、今日はですね、結構晴れているということで、今日はいい天気で、気温も結構高いんでですね、過ごしやすいかなというふうに思うんですけども、月曜日なんでね、大体の人はこうお仕事、されている方が多いかなと。今日から1週間の始まりということで、ぜひね、頑張っていただきたいと思います。まあまあちょっと気持ち重い方もおられるかもしれないんですけどもね、まあまあ何があろうあってもちゃんと1時間ちゃんと過ぎていくんでね、頑張っていただきたいなというふうに思います。で、僕は月曜日っていうのは1週間で後半になるんですね。金曜日からスタートしてですね、金土日とね、ちょっとこうハードというか、その日曜日を超えて月曜日になるとちょっと気持ちが楽になるというような日なんで、結構月曜日は月曜日で、僕はちょっと、月曜日からスタートする人とは違ってちょっと気持ちが楽になってるかなというところであります。で、これが、ずっと今映しているのが山中ですね。山中なんですけども、まあまあ1日1日映して、毎日映してるんで、そこまで変化がね、感じられませんけどもですね、これはね結構広がっていく、もうちょっと広がるんかなということをこうちょっと、父親なんかは言ってたんでね、父親は別に、プロではないですけども、そういうふうに言ってたんで、こうどうなるんかなというのが楽しみであります。結構こう太陽の光もしっかり当たっているんでね、順調に育ってほしいなというふうに思っております。ということで、今日も一日頑張りましょう。どうもありがとうございます。